肉ね、良質なタンパク質を含んでいます。で、30歳を超えるとですね、私たちはどん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 ね、1% ずつですね、筋肉が落ちていってしまうんですね。っていうことはどういうことかっていうと、アラフィフだと単純計算で 20% も落ちてしまうんですね。はい、皆さんこんにちは。ベライフスタイル協会の栗崎優子です。アラフィフでのダイエット大成功を全然リバウンドしない私の食生活をお体にお伝えしていっています。はい、更年期なんてバンバンぶっ飛ばしてどんどん痩せ体質になりましょうということで、もう今日は焼いています。はい、これは何でしょう。はい、鶏肉です。今日はですね、のり塩チーズチキンということで、はい、作っていくんですけど、もうすでにチキンを焼いています。はい、チキンはですね、よくやる、おー、美味しそうですね。これちょっと時間かかるんで先にやっときました。はい、先やってきました。はい、ひっくり返して、ひっくり返していきますね。鶏のこれもも肉なんですけど、これちょっと時間かかるので蓋します。はい、静かになった。はい。でですね、この間にですね、まあダイエット情報をバンバン流していきたいんですけども、鶏肉ですね。鶏肉って、まあ今日もも肉です。で、よくダイエットっていうと胸肉っていうふうに思われるかもしれないんですけど、今日のはまあもも肉でもまあいいかな。たまにはもも肉もね、使ってみたいなと思ったので今日作るんですけど、もも肉ね、良質なタンパク質を含んでいます。30歳を超えるとですね、私たちはどん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 ね、 1% ずつですね、筋肉が落ちていってしまうんですね。っていうことはどういうことかっていうと、アラフィフだと単純計算で 20% も落ちてしまうんですね。筋肉が大変でしょね。将来寝たきりになったりとか、つまずいて骨折したりとか、まあ、そういう風にならないようにですね、まあ、筋肉少しでも残していきたいと思います。で、まあ、これ以上減らさないようにするためにはですね、やっぱりしっかりとタンパク質を取っていくということがとってもとっても大事です。で、筋肉が減るとですね、他にも体力が落ちてしまったりとか、あとはやっぱり病気になりやすくなったりするんですね。あと脳機能まで影響ある。大変、私調べですけど、筋肉がすごいいっぱいある人ですよ。いっぱいある人ってなんか暗い人とか後ろ向きな人とか、ネガティブな人ってあんまりいないかなと思うんですね。筋肉あるとね、結構元気、前向きになる人が多いかなっていうふうに私は思っているので、はい、ぜひぜひね、筋肉を落とさないように鶏肉しっかり食べていきたいんですけども、ビタミン B2 ですね。ビタミン B2 も豊富です。で、ビタミン B2 って何かっていうと、脂質代謝、油をエネルギーにしてくれるっていう働きもあります。で、あとはですね、皮膚とか粘膜、髪、アンチエイジングにもすごく大事なんですよ。ちょっと喋り方欲しいんです。なっちゃいましたけど、はい。やっぱりね、口内炎ができやすいとかね、まあそういうところもビタミン B2 が足りないっていうことも言われますので、ね、チョコラ BB とかね、ありますよね。あれは肌荒れとかに効く。まああれはビタミン B2 がしっかり入ってるってことなんですけども、まあ、そういうの取らなくてもね、しっかりビタミン B2 を取っていれば、肌荒れとかね、ニキビとか、まあ、あとは髪の毛とかね、ツヤツヤの髪がいいですよね。うん、なので、そういった意味でもビタミン B2 すごくいいと思います。ということで、なんかやってきたかな。おー、いい感じですね。あ、いい感じかもしれない。はい、ですね、これもめっちゃ簡単なんですよ。あともう一つすごい大事なことがですね、鶏の皮、これちょっと取りましょうね。はい、これはせっかくエネルギー、油をね、エネルギーに変えてくれるので、油をいっぱい取ってしまうとなかなかエネルギーに変える、まあ、量が必要になってしまうので、はい、油は取りましょうね。はい、ということで、はい、いい感じで焼けてきたと思いますので、これをですね、はい、ちゃんとキッチンペーパーの、キッチンペーパーの上にじゃじゃーん、焼いていきます。おっと、熱い、熱い。ということで、まあ、こんな感じでね、ここでちょっと油を、余計な油を取って、はい、余計な油を取って、で、そしたらですね、本来でしたらこれちょっと冷ましてからね、後から食べる場合はですね、ビニール袋でシャカシャカってやるんですけども、まあ今日みたいに熱い、まあ普通熱く食べますよね、熱々で食べますよね。そんな場合はじゃあどうするかというと、じゃん、まあ、このね、この上にじゃじゃんのけて、ああ落っこちゃった、落っこちゃった、あ、すいません、すいません。はい、3秒ルール。はい、でですね、ここに、ここにですね、はい、このチーズ、リーズ、はい、
チーズ、はい、粉チーズかけていきますよ。はい、はい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 、こんな感じです、こんな感じ。はい、まあ適当ですね、目分量。はい、ここにですね、青のりもはい、青のりね、ミネラルさん入ってますね。はい、できちゃったってこと。これでまぶして、これでね、まぶして、あー、いい匂い、あ、めちゃくちゃいい匂い、あ、美味しそう、あ、できたということで、出来上がり、おいしそうです。はい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 、なんかね、はい、いつも通り、はいはい、適当な感じでできました。はい、ということで、のり塩チーズチキンの出来上がりでーす。はい。はい、もう簡単に、いつもね、できちゃって。はい、どうもすいませんって感じですけど。はい、こんな感じで栄養をバンバン取っていっていただきたいと思います。はい、ということで、いつも通り、この、下のね、メール講座の方、ぜひぜひ、登録していただくとですね、こちらの、はい、情報満載のですね、はい、動画5本がついてきますので、ぜひぜひ見てね、食べるダイエット、これからダイエットシーズンね、これから夏に向かってじゃんじゃん、はい、体絞っていきましょう、食べてね、食べて絞っていきましょう、ということで、またお会いしましょうね。はい、それではまた、さよなら、バイバーイ。